はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。あっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、縄跳びをしたいと思います。いやーね、そのこの前ね、縄跳びでもしようかなっていう話してたじゃないですか。あれからね、実はねちょいちょいやってたんですけども、動画撮ってなかったんですよ。今今日は天気がいいんでね、やってみたいなとね思ってるんですね。実を言うとね、いつもね10回12回ぐらいでめっちゃ振動なるんですよ。ほんまになんかジャンプしてるだけでほんまにしんどいんですよ。あのね、ジャンプしてるだけやったらいいんですけども、1分間ぐらいできるんですけども、それでも1分間ぐらいしか続かないんですけどね、ジャンプもね、ピョン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 って跳ねてるだけなんですけども、でも、ね、これがね、いざねこう手をつけるとなんであんなしんどいんやろうなと思うんですよね。昔なんかね、病気する前なんかなんぼでもできた、なんぼでもじゃないですけどできてたんですよ。20跳びもね、30跳びは無理やけど、なんかこう飛んで飛んで飛んでくるってこんな飛び方もできてましたね。でもね、この前ほんまにやっても何回か何日間かやったんですけど、10回過ぎた頃からめっちゃしんどくなってくるんですよね。そっからちょっと休憩してまたやろうと思っても、頭がクラ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 してきて、こうやってガン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 ってなってきて続かないんですよ。今日の目標はね、15回頑張って続けようかなと思ってます。これもね、継続だと思うんです。今まで使ってない筋肉を使うからこそ、今しんどいだけなんで、今後これを続けていったら、その体力もついてきて筋力もついてきて、これは自分の力になるだろうなと僕は信じてるんで、無理はしないですよ。無理やったらほんまにやります。だからいつも11回12回13回でやめてるんです。これが毎日ですね。近所の人もね、多分ね、あれ、あそこのお父さん縄跳びしてるけど全然続かへんやん思ってると思うんですよね、近所の奥さんとかがね。なのでね、そっちしっかりねできるようにね、体力作りもしていかなあかんなと思うんで、家のすぐ外なんでね、誰もね人出てないんで、今ねこのチャンスだと思ってね、やってみたいとは思ってます。じゃあ今から外に移動します。はい、外に出てきました。完全防備です。ちょうどね日陰になってるんですけども、ね、一応ね照り返しとかでね、日焼けしないようにこういう風に完全武装で言っております。さあ今からやっていきます。せーの、疲れた、これはきつい。もう頑張ってみよう。終わり。終わりっす。戻ります、部屋に。はい、戻ってきました。久しぶりの、疲れた。何回できました？10回15回18回ぐらい2回目やったんかな。もうね、ね、自宅療養してるやつなんでね、こんな感じですわ。全然体力がない。そうね、だからね、ほんまにね、今もともともあるんでしょうけども、水泳の池江璃花子さんとかね、トレーニング始めてるじゃないですか。すごいなと思うんですよ、本当に。あとは新潟アルビレックスのサッカー選手の、ちょっと名前はね、ど忘れしましたけども、その人もね復活してますしね。だから走り回ってるわけでしょ、その人なんかね、サッカー選手だからね。でもすごいなと思うんですよね。家の中でね、じっとしてるだけなんで、
僕は最近はね、自転車でもね、活動、チャリ活動もね、してなかったんで、全然本当に運動という運動もしてなかったんで、で、縄跳びを急にしだしたんでね、まあ、その縄跳びをするその動作、運動、縄跳びという動きがね、非日常じゃないですか。だから、まあね、サッカーも水泳も、あの人らからしたら日常なんですけども、なかなかこう普段からやってないとこうもねできないんだなって、特に縄跳びなんか本当にしてなかったんで、まあね、本当に先ほども言いましたけど、家でじっとしてる僕はね、今ねこんな状態です。まあ、あれぐらいしか体力ないです。もう今日はしません。また明日ね、外に出て頑張ってみます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。